yourself for the coming battle! ¿Qué sacó a... saqué a Freezer? Debe cambiar a Cell. ¡Ah, oh, mal! Maldito. No lo agarró, no man. No lo sigue la historia. No conoces al Capitán Ginyu porque en tu línea del tiempo no existía, creo, no estoy seguro. Probablemente en algún tiempo, porque no se murieron hasta después de la saga de del Freezer, si no me equivoco. Y ahí ya fue cuando se murió Goku. あら、もうおしまい？次は貴様の番だ、21号。面白い冗談ね。冗談かどうかはすぐにわかる。もっとも、わかった時には貴様はスクラップだがな。スクラップって私はメカタイプじゃないのよ。自
28号がこんな形で役に立つなんてね。21号のあの顔、どうやらろくでもないことを考えていますね。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。バカかあいつ、無防備じゃねえか、隙だらけだぜ。何のつもりか知らんが、死にたいのなら望みを叶えてやろう。18号さん、フリーザ、それにセルまで。この野郎、よくも俺の嫁さんを。消えんぞ。なるほど、21号、それが狙いですか。どっちが生き残るか見ものね。Espérense, pero si vieron el video del lado de los buenos, cuando pasó esto, Cell estaba solo, no estaba Freezer. Oh, 誰かと思えば、孫悟空とクリリンじゃないか。Pero su perrito Falder. おめえはセル、それにフリーザ、おまけにギニューまで。おい、俺のことを忘れてるぜ、カカロット。ああ、おめえはベジータと地球に来た。ナッツだったか？ナッパだ！ふざけやがって！18号さん！完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか？すみません、彼女は私を守るために。ふん、白々しい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。罪もない人を襲って18号さんまで。お前たち絶対に許さないぞ。被害者のふりをして私たちを戦わせるのが狙いのようですね。しかしこれはいい機会です。あのサイヤ人には大きな借りがありますから、たとえこの状況があの女の思惑通りだとしても叩きのめしてやらなくては気が済まないのですよ。No puedo hacer eso. Bueno, bueno, bueno. そうです。私を怒らせてもいいことなど何もありませんからね。あなたは黙って言うことを聞けばいいんですよ。Pero que no dije bueno, bueno, como sí. Yo te apoyo. Nah, vamos a pelear contra dos.Esto va a ser rápido. この日をどれだけ待ち望んだことか。積年の恨み晴らさせてもらいますよ。孫悟空に借りがあるのは貴様だけではない。孫親子は私の手で始末する。孫親子？そういえばあなた、奴の息子孫悟飯に敗れたそうですね。それも随分と子供の頃に。そんなあなたが孫悟空に勝てるとでも言うのですか？はあ、その孫悟空に二度も負けたのはどこの誰だ？おやおや、聞き捨てなりませんね。先にあなたを始末してもいいのですよ。貴様が私に勝てるとでも？面白い。受けて立とうか。あのよ、何でもいいから早くしてくんねえか。決めらんねえっちゅんなら二人いっぺんでもおら構わねえぞ。
私たち二人を一度に相手するだと。孫悟空、相変わらず口の利き方を知らないようですね。やはり始末するのは奴が先です。なら、どちらが先に孫悟空を倒すか勝負と行こうじゃないか。いいでしょう。ですがその勝負、勝つのは私です。Ok, no entendí muy bien cómo está ese triángulo amoroso. Pero golpes, golpes. Aquí estamos por los golpes y va a haber golpes. Violencia ante todo, muchachos. No se crean, no se crean. Digan no a la violencia. Tranquilos, respiren. Cuenten hasta 10. Algo así anunciaban en la tele antes. It's all or nothing. Fight!死になさい。どんなご苦労なの。ちょっと落としてやる。死になさい。生意気だよお前。そろそろ死にたいだろ。この星もろとも貴様をゴミにしてやる。突き飛べ。死になさい。ああマジで。ああ死ぬのがなっせ。ちょっと脅してやるか。なるほど。死になさい。さあ、トマエソゴクトロメレス。あれはそれだった。よし。さてと。今のパスケ。Pero es muy chaparro, Killing. Crécele tantito. Solo faltaba. Solo faltaba que el Kamehameha también le pasara por encima. Maldito. O que lo reflejara con su cabeza pelona. Con su cabeza de boliche. Ah, pues ya ven que hasta puntitos tiene. ¡Sá! にまいましいあの連中にとどめを刺すのです。まさかここまで強えなんてな。せめて十八号さんだけでも。様子がおかしくないか。急に動かなくなったぞ。フリーザ様。ふっ、そういうことか。どうなってんだ。あ、そう、よめけいわけよ。あなた、一体どういうつもりですか。あと少しで息の根を止められるというのに。いいですか、あの男はこの私を地獄に落としているのですよ。今度は私があのサイヤ人地獄に叩き落とすのです。あなた、私の邪魔をした上に説教をするつもりですか。ごちゃごちゃ言う暇があるならさっさととどめを刺しなさい。さあ早く。諦めろフリーザー、そいつの意志は固いようだぞ。くっ、体を自由に動かせないことがこれほど腹立たしいとは。地獄で味わったあの苦痛を思い出しますよ。まったく仕方がありませんね。今だけはあなたに任せましょう。
すべてが解決してから奴らを始末すればいいだけのこと。ただしリンクが解除できるようになるまで死に物狂いで働きなさい。わかりましたね。¿Desde cuándo Freezer es tan amigable? やっぱりおかしい。フリーザのやつピクリとも動かない。おいフリーザ、もうおしめか。この目みてえに金ピカになんねんか。フリーザ様、どうされたのですか。さあ奴らにとどめよ。残念だったなフリーザ。私の一撃を黙って見ているように。ふざけるな。こいつらはフリーザ様の獲物だ。奴は私が倒す。お待ちなさい。フリーザ様、ご無事でしたか。無事も何も、少し中で話をしていただけです。それより私の隙をついて出し抜こうとはいい度胸ですね。簡単に主導権を奪われる貴様が悪い。何ですって。あのよ、揉めてっとこ悪いんだけどさ、何が起こったか説明してくんねえか。フリーザから知らねえやつの気感じるし、途中で攻撃やめちまうし。貴様という男は。もういいです。なんだか馬鹿らしくなってしまいました。ギニューさん、事情を説明してあげなさい。こいつらにですか。しかし本当によろしいのでしょうか。構いませんよ。リンクのことにうすうす気づいているようですし、それに彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。Ya los pusieron al corriente, según. ¡Teme! ¡Coco más de teñe ni se te me está no ni wakarane, tío! ¡Coco más de hanashi ga tsujinai toa! ¡Core da cara sento baka no saiyajin wa! ¡Tsumari, clon no koto mo chikara ga denai no mo, zenbu Red Ribbon gun to 21 go no sei te koto! ¡De, naze ka Freezer no naka ni wa!別の人の精神が入り込んでいると。ミソッカスでも通訳程度の役には立つようですね。そりゃどうも、お前の役に立っても嬉しくないけどな。さっきはフリーザーの中にもう一人いて、そいつが攻撃すんのをやめたっちゅうことか。そういうこと。ほんと良識あるやつがリンクしていてくれて助かったよ。フリーザーと同じような極悪人だったらどうなっていたことか。そっか、中にいるやつのおかげでフリーザも悪さができねんか。だったらよ、オラたちみんなでその21号っちゅうのやっつけちまえばいいじゃねえか。は？悟空、お前何を急に。いくら中にいいやつがいたって、こいつら自体は極悪人なんだぞ。不満があるのはこちらも同じだ。あなたたちには私も地獄へ落とされた借りがあります。フリーザは知らんが、私には邪魔する者はいない。この場で人思いに息の根を止めても構わんぞ。おめらそのリンクっちゅうやつしてねえと動くこともできねえんだろ。中のやつ追い出しても自由に動ける方法があるって言ったらどうする。なに。ほう、つまりリンクを解除して自由に動ける方法というわけですか。ああ、
オラたちもそのおかげでリンクっちゅうやつなしで戦えてっかんな。リンクしてるっちゅうことはまだ中に別の誰かがいるんじゃねんか。他のやつが心の中にずっといるんじゃ気持ち悪いだろう。それはまあ確かに。俺だってこんなやつさっさと追い出してんだよ。だろ？だから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なのか？さあな。でもきっとなんとかなるって。いいでしょう。交渉成立です。反応から察するにその話に嘘はないようですから。よし、そうと決まれば早速ブルマンとこに。なあ、あっちの方角、まさかブルマさんが。助けて、ブルマンが攻撃してきて。ブルマン、すぐに行くぞ。今これ以上攻撃されねえよ、逃げろ。言われなくてもそうしてるわよ。でも行くぞ、悟空。待て、貴様ら。なんだよ、この大変な時に。そんなことより、リンクを解除する方法を今すぐに教えなさい。だから、中和装置も操作できるやつもあの飛行機の中なんだよ。ブルマのことを助けらんねえかったら、おめえらずっとそのまんまだぞ。なんでと？だからオラたちの邪魔すんな。どうやらそのブルマとかいう女を放っておくわけにはいかないようですね。そうだな、女はどうでもいいが、その機会には用がある。仕方がありません、我々も行くとしましょうか。Esta historia es completamente diferente de lo que vimos en el lado de los buenos. No sé qué está pasando. Tuviste un aliado, Goku, Super Saiyan y Krillin. Ok. Probablemente derrotaré a estos y así podremos comenzar el siguiente video con la historia, ¿no? ¿Estaría mejor? ¿Qué opinan? Yo pienso que sí. ¿Hay que derrotarlos? ¿También tiene historia? ¡Ore tachi no clon ga aite ka! Nakanaka omoshiroi. Niteiru no wa gaiken dake nano ka? Nakami mo onaji nano ka? Tashikame nakereba naru mai. Mazu wa戦い前の挨拶だ。この洗練されたポーズを見るがいい。みんな、行くぞ。ああ、ギニュー特戦隊出動。さあ、次は貴様らの番だ。おい、貴様らのファイティングポーズは。貴様ら、それでも俺たちのクローンか。戦闘前のファイティングポーズはなくてはならない見せ場の一つ。そんな当たり前のことも教育されていないとはどういうことだ。イチゴポペにイチゴが乗っていないくらいありえない話だ。いや、そもそも教育されるまでもなく自然とポーズは取るものだろう。所詮偽物は偽物、美学を理解しろというのが無理な話だったか。ならばこの手で美しく、そしてかっこよく、貴様らをこの世から消し去ってやろう。 The outcome of this fight is anybody's guess. Ellos y sus poses raras, pero bueno, sigamos.Golpes. Ready,
¿De qué se irá a tratar la película de Dragon Ball que va a salir este año? Bueno, realmente no quiero saber. Ya que les digo que no me gusta los spoilers, porque arruinan las películas. ¿Por qué no lo agarró? ¿Cómo es que él ya me bajó la misma cantidad que yo? Si me ha pegado menos. Lo pensaba agarrar en el aire. Todavía le vamos a ver. Maldito. Ginyu contra Ginyu. Le vamos a dar el placer de derrotar a su copia barata. Como decía. ¿Quién es ese? ¿Hasta otro como lo saca? ¡Maldito! A ver, Cell, te tocó el más fácil, Gancho. ¿Le dieron un counter al vato, cómo? No creo que me haya hecho con el Kamehameha. Pero bueno, se las pasamos nada más porque me dieron lástima. Ok, última pelea. Creo que esta vez sí no hay un video corto antes de comenzar. Vato. ¿Se están poniendo más difícil de las peleas, eh? Hay que echar más ganas, entonces. Para el maldito. Vato. Me iba a dejar morir, pero ni modo. Eso estuvo chido. A ver, Nappa, ¿qué problema traías con Cell? A ver, dinos Nappa, ¿qué problema tenías con Cell? Ahí está. ¿No decías que le ibas a ganar a Cell? Enséñanos tu poder, Nappa. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video.
Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por visitar el canal y ver el video. Dije ya esa palabra demasiadas veces, ya no lo vamos a decir. Así que nos vemos en la siguiente misión. Hasta luego.